はい、まだ朝、まあまあ早い時間、8時36分ごろ、です。今日はとてもいいお天気で、昨日ちょっと寒かったんですが、今日は今の時点でもう十数度、十二、三度ぐらいいってんのかな、ということだそうです。室内は23度ということで、エアコンも、切っています。そして、さっきニュースの天気予報ではね、PM2.5 も今日は少ないということなので、窓も少し風取りで、開いています。こうちょっと開けてね。そしてポンちゃんもジャン君もくつろいでいます。遊び道具というかハウスも出して、換気もしてというところなんですけれどもですね、そろそろ皆さんも同様かと思うんですが、精神的に参ってきてる時期だと思うんですよね。緊急事態宣言って言われて、そのまま、時間を費やしているわけですから、疲弊しているでしょう。今日、うちではですね、だったらもう音楽かなと思って、まず昨日までいろいろ言っていて、琉球民謡どうだろうとか、ジャズはどうだろう、ボサノバはどうだろうとか、あとは、ギターのフォーク系ですねの、しっとりしたやつどうだろうとかっていう形で、音楽を、探しています。動画の中ではですね、どうしても著作権の問題で、流せませんので、想像してください。ポンちゃん。あ、しりしりカード。ポンちゃんのしりしりカード。よく甘えるようになってきたね、ポンちゃん。おやつに黒犬がポップコーンを焼くっていうの、これ作りましたら、ジャン君とポンちゃんが何かもらえるのかと思って集まりましたが、これは食べられません。いただきます。くん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 、あ、ちょっとペロってしあ、た。ダメダメ、ダメダメ。塩分あるよ、これ。くん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 、薄いけどね。でもまあまあ遅く入しれた。た。本当？ポンちゃんまで？やめてね。バターの匂いがするからかな。はい、まだ片付けは、途中段階でまだまだなんですけれども、ちょっとイメージだけですね、こんな風にしたいぞというのを、ここに、木でできたですね、この脚立のようなステップですね、がうちにはあります。これ結構、重宝しているし、見た目もいいのでよく使いますが、ここからですね、ぴょんと、向こう見えちゃうね。向こうはまだ汚いんですけれども、ここの位置をできるだけ開けた状態にしながらですね、猫さんたちが楽しんでもらえるように、多少傷がいくかもしれませんが、まあ、目をつぶりということですね。あとさ、傷もだけど、滑るかもしれないから、ああ、そうね。こ前のに上さ、ね。鼻の真ん中とかにさ、引いてたやつあるじゃん。ああ、はい布はいはいのはいはい。敷くやつ。あれがまだ残ってるから、フェ引けば？ルトというか、なんて言えばいいかね。ありますありまあす。れをね。で、まあ、ここの上で危険のないようなもの、人形とか、ぐらいだったら落としても大丈夫なものであれば、一緒に置くと可愛いかなと。ということで、今、本当に部屋の一角だけですけど、このまんま、こっち方面、映せませんが、こう、ぐるっと回ったりとかですね、こっち方面、今ギターがありますが、ぐるっと回ったりできるようにしたいと思います。はい。それはあなたのためです。ワンちゃん。
パンチ。おみにポンちゃんのベッドの上に。広げてやってありました。どかしてよ。ごめんなさいね、トミトミしたかった。はい、どうぞ。じゃあじゃん。そしてあなたも後で遊べるようにしますんでね、よろしく。